はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、この職業を使っていこうと思います。賢者ですね。実際、オフラインで、魔法職を使ってる人って、少ないのではないでしょうか。やっぱり、物理職が、どうしても強いんだよね。で、今日は、賢者を最大まで、攻撃魔力を上げてみました。聖王の杖に大賢者を全部つけて、魔王のネックレス2つですね。攻撃魔力が1055。4桁だよ。4桁。これだけ攻撃力があれば、物理職にも負けないぐらい強くなるのではないかな。どうでしょう。まあ、とりあえず、ボスと戦ってみましょう。それでは行きますね。伝説の三悪魔です。ゴールドマンマックスは、あれ魔法効かないでしょ確か。なのでこいつらで試してみます。できればね HP がものすごく高くて、測りやすいやつがいいんだけども、まあいいじゃないでしょうか。全員スーパーハイテンションになるようにしましたね。で、賢者って意外と素早さが早いんですよね。素早さが早いんで、フーラを先に動かすことができない。それがちょっとね、嫌なんだよね。元々の素早さが結構あるんすよ。魔法職ってそうないと思ったんだけどね。結構あるんだよな。で、固有技の神の息吹。これで、まず攻撃力を上げて、フーラのターンで、暴走魔法陣を入れようかと思います。まずは神の息吹で攻撃力アップ。そして、たまに2回攻撃だね。このたまに2回がね、あんまりね、発動しないんだよな。いや、するかもしれないよ。するかもしれないけど、俺の体感あんまり発動しない。もうちょっとね、確定で2回攻撃出てきてくれれば、すっごい嬉しいんですけどね。OK、いきます。超暴走魔法陣。これはね、結構暴走するようになる。でも、2回攻撃にはやっぱりね、ならないんだよね。残念です。では、イオグランデ見てみる？いや、イオグランデよりも、ドルマドンの方が、あ、違う、ドルモアか。の方が、ダメージ出るかな。まあ、イオグランデでいきますか。どれぐらいいくでしょうか。魔法攻撃力は1段階上がってます。どんぐらいいく？暴走して、暴走なしで 900！ まあまあ全体攻撃だからね。ブーメランの方がまだマシかな。バフまで入ってこれだからね。ブーメランがマシのような気がするね。まあまあ2段階ちょっと上げてみようか。2段階上げて、どれぐらいいくか。2段階上げまーす。行ってみましょう。ああやってしまった。これは元に戻っちゃいますね。あ、よかった。終わりに帰ったよかった。イオグランデもう一回いきます。これが、ダメージが2段階上がってるやつですね。どう？さっき900だったね。ひどい！耐性があるのかもしれないけどね。それにしても、いやー、ダメージ出ないね。ダメージ、やっぱり、魔法職は、使いにくいのかな。オンラインではね、結構、重要な立ち位置でしょ？魔法職ってね。でもオフラインではやっぱり物理の方か。
ドルモアで行ってみましょう。2段階上がってるね。2段階上がって、神の息吹で、たまに2回。で、暴走魔法陣だね。2段階上げてこれだからね。いや、やっぱり、難しいな。魔法色むずいわ。いや、これぐらいか。やっぱりダメージが。オッケー。もう一回行ってみようか。魔法攻撃は2段階上がってるね。ドルモア。あー、暴走、おー、ナイス。暴走して、さらに2回攻撃になると、まあまあいいかな。まあまあいいけども、確定じゃない。もう結構、50% 以下なんだよね。発動率が。なので、やっぱりどうしても、物理色には負けてしまうかな。でもまあそこそこダメージは出せるね。わかったわかった。賢者って、ブーメラン装備できるでしょ。ブーメラン装備してみました。で、中性の超感もつけて攻撃力を上げてみたんだよね。攻撃力が478。どうなんだろう。他のレンジャーとかが確か600超えるんだよね。なので、どれぐらいダメージで出せるかな。まあ一応、戦ってみようか。ブーメラン賢者はどんな感じか。では、ブーメラン賢者、試してみましょう。ブーメランでね、十分ダメージ出せれるなら、もうブーメラン装備して、で、あとは、呪文でね、ベホマラーを撃てるっていう、そういうキャラクターにすればいいもんね。あ、まだ今、攻撃は上げてません。バイキルト入ってないんだよね。で、これでシャインスコール、どんぐらいいく？弱い！めちゃくちゃ弱い！ダメだね。やっぱり、ブーメラン使うなら、そうか。ブーメラン使うならば、攻撃力やっぱ600ぐらいないと無理か。いや、ひどいね。ひどいな。ダメージひでえな。100ぐらいしか出せないの。これは、きついな。となると、やっぱり、物理賢者っていうのはなしなのか。倍死入った状態で、いやー弱すぎる。これは弱いなー。そうか。やっぱり賢者は、魔法をね、まあもちろんのことなんだけど、使っていくべきなんだなー。バイキルト入った状態で、シャインスコールが、弱いよ。ダメ。これではね、ちょっと使えないかな。ブーメラン賢者は、なしです。全然良くない。はい。ということで、今日は賢者使ってみましたね。ブーメラン賢者は良くない。ブーメランはやっぱりね、攻撃力がかなり重要ですね。なので賢者は、杖だわ。間違いなく、魔法攻撃力が上がる杖。もうこれ一択かもしれませんね。でももうちょっとね、攻撃力が、上がらないと無理かな。今のダメージだったらば、ちょっと運が絡んでダメージを与える感じなので、もう確実にね、3000ぐらいダメージ与えれればいいんだけども、暴走させてさらに2回攻撃にならないとダメージが出ないっていうので、やっぱり物理職には及ばない感じですかね。オンラインではね、結構重要なんだけどね。魔法職って最近やり始めたけども、オンラインでは重要なんだけども、オフラインの戦いでは、やっぱり物理職、なんでしょうね。
まあ次のねバージョン2からはどうなるかは分かりませんけども、今現状魔法職はおすすめできません。ちょっとねダメージが足りないかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。